売上高、不動産業 3.35兆7000億円、35.7 兆円、これが全産業 2.6% と書いてありますけど、経常利益が全産業 7.3%。売上のシェアよりもやっぱり経常利益、不動産業多い。したがって営業利益率がですね、他の産業に比べて高い。あるいは、あれ近くですね、右下には地下のグラフとですね、それから、売上高を全産業平均と、それは赤です。そして、不動産業、青。で、地下がガーッと上がってですね、そしてガーッと落ちていると。もちろん不動産業はですね、まあ青ですから、それにつられて上がってまた落ちてるんですけども、まだ地下は歯止めがかかりませんね、どんどん下がっている中で、実は売上高はそんなにですね、まあ100前後にいますけどもね、確かに100前後にいます。ですから、30年前と比べるとそんなに変わらないんですけども、全産業と比べてもそんなに大きく乖離しているわけはありません。で、実はこの間に土地取引件数っていうのはですね、バブルの前、昭和56年あたりの今はですね、半分になっているんです。要するに実需だけになる。当時は仮需といいましょうか、まさにバブルがあったんですけども、今ほとんど実需ですから半分ぐらいになっている。したがって土地取引が半分になっている、そして地価がやっと下がっているといえば、その風なんですけど、家になりますから、本当は落ちるはずなんですけども、私はそこにはやっぱりストックの強みっていうのが最初あったように、不動産賃貸業とか、不動産管理業とか、不動産仲介業とかですね、やっぱストックを中心のビジネスっていうのはそんなに大きくですね、まあ、人口が半分になってるわけではありませんから、まあ、したがってやっぱそういったところも不動産業に含まれるということであるならばですね、そんなに大きく落ちてない、そこが理由なのかななんかとも思ってたりしますけども、まあそういう状況がありますということ。これはあの、私なりの解釈で、ちょっと経済学的分析ではありませんのでですね、ここ限りにさせていただきますけども、まあこれはさらっとそういうふうに。で、これは新設住宅着工戸数です。これは皆さん、もうご存知の通りですけども、今ですね、100万戸台を下回ってますね。これが40年以上前の水準になりました。ピークは170万戸ですから、今半分です。今後、見事に見方せない。多分これがですね、まあ、今回復しようにあります。今年もまた80万戸台後半、25年はですね、90万戸台になるんではないかというふうな予測もありますけども、しかしこれはまだ昔の100何十万みたいなことにはおそらくいかないんではないか。住宅の新設着工戸数も右肩下がり、そして先ほど言いましたように人口はもうすでに減少に入っています。いや、住宅は世帯数に比例するでしょう。世帯数も2015年がピークと言われています。あと3年ほどですね。で、世帯数もいよいよ減っていきます。で、減っていくあとはですね、右の方に書いてある資料はざくっと言うと単身世帯とかですね、あるいは子供さんがいない世帯とか、高齢者だけとか高齢者一人だけとか、そういう世帯が増えていきますねと。さて、これが私が最もまあちょっと非常に厳しい話だと思う。若い世代、もともと数が少なくなりますね。団塊ジュニアがもう40代に抜けていこうとしている中で、30代、もうボリュームもその、人口も30代はもう減っていくんですけども、その投げ出しの30代の所得がですね、特にこの足元のところでストーンと落ちて、この15年あたりでですね、もう2割方減っているという状況であります。その中で失業率、まあ、失業率はそんなに上がってないんですけども、非正規雇用率みたいなのがじわじわと上がっている。その中で30代、赤いところの資産がですね、どんどん、今もうマイナスになってますね。要するに借金の方が多いという状況。そして注目すべきは、50代になると子供も大きくなって手が離れて、ようやく金融資産の計算ができるんですけども、その背丈も50代もだんだん縮んでいるというのが見て取れます。そして、年収が減るとですね、結婚しないという、これも悲しいデータがありまして、男性の年収と既婚率、まあ300万ぐらいになると本当に一桁の既婚率になりますね。というそういう数字もあります。したがって、年収が減る、それが減るだけでなくて年収が減るとですね、なかなか家庭を持たなくなるというふうな統計的なデータもあるということをご紹介をしておきます。